はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはコズミックファンタジーコレクションということで、これはあれですよね、以前クラファンやってて、それでこのチャンネルでもね、何回かこの状況紹介っていうか、ね、説明というかやったんですけども、見事商品化されてね、パッケージ化もされて、で、まあ、バリスと一緒ですね。同じ会社なんですけど、以前バリスコレクション1と2が出てて、今回コズミックファンタジー、まあそういう流れなんですけども、これに関して言うと PC エンジンで出てるね、コズミックファンタジーはね、4作品、シリーズとしては4作品なんだけど、4作目が 2層に出てたりとか、あと、1と2が実はメガ CD で出てたりとかね、いろいろこうややこしいんだけど、まあ、大体メガ CD 相当というね、感じのね、なんだけど、ただサイトにね、サイト情報があるかどうかわかんないんで、そこら辺からね、チェックしてみようかと思います。はい、ということでこちら。コズミックファンタジーコレクション。まあこれ、立派なサイトなんですよ。まあ立派なサイトって言い方もあれなんですけど、こうやって見るとね、あるんですけども、まあ実際どのぐらい情報が載ってるかっていうとね、インフォメーションがいいんですよ。はい。ということで、あ、これか。コズミックファンタジーとは、1990年から94年にかけて PC エンジンメガ CD で発売された宇宙を舞台とした RPG シリーズ。バリスに続く人気作品となり、日本テレネットの代表的な作品の一つ。後にファンクラブ発足や、小説、漫画、OVA が発売されるまでに至る人気作となった。まあ、人気作の基準がよくわかんないんで、まあ、とりあえずそういうのがあったよってぐらいのね、軽い知識でいいと思います。で、画期的な、ビジュアルシーン、まあ、だそうです。まあ、これはあくまでもこの会社のね、考えだと思うんでね。で、インフォメーション。インフォメーションはいいね。で、コズミック、コズミックファンタジー説明はいいんだけど。で、シリーズ一覧。これシリーズ一覧見ると、まあ、コズミックファンタジー冒険少年 U がまず出たと。で、コズミックファンタジー2、冒険少年バーン。で、コズミックファンタジービジュアル編、ビジュアル集。で、コズミックファンタジーストーリーズ。これがメガ CD で、さっきの1と2が並んで出てると。あ、入ってると。で、コズミックファンタジー3、冒険少年レイが出て、で、その後、コズミックファンタジー4、突入編伝説へのプレリュードが出て、まあ、その後ね、コズミックファンタジー4、激闘編、光の宇宙の中でってことで、これはポケモン金銀とかのね、二つじゃないですからね。なんで金銀が出てきたかわかんないけど、そういう意味ではなくて、単純に、まあ、前編後編じゃないけど、突入編と激闘編っていう感じの、まあ、でも前編後編でいいのか。まあ、そういう扱いのね、タイトルですけども、ここでは実は4とか3は無視して構わないんですよ。あとなんか情報載ってんのかな。ああ、発売予定ってだけか。ああ、でもここにムービーがあるな。ちょっとこれ見ときましょうか。はい。ということで、30年の時を経て、まあまあもともとね、90年代のね、前半ぐらいのタイトルだから、まあそれの復刻だから30年だけど、まあでも他のゲームでもそういうね、復刻の仕方してると思うんで、まあいいんですけども、ただ、やっぱりパッケージになったってことは大事なんですよね。あとは、ほら、CD-ROM のゲームだから今プレイできない人多いと思うんですよ。それがゲームカードでね遊べる、まあダウンロードもあるんだけど、そういう遊べるっていうところは割とこう貴重な商品だなぁと感じることはできるんだけども、で、ただ今これ見ててどのぐらいこうゲームの情報があるかっていうとちょっと疑問もありますよね。まあでも今テレビアニメをって当時としてはつけないと、ちょっとそこら辺はこう特にこのゲームリマスターしてるわけではないはずなんで、まあちょっとね、まあ多少綺麗になってるかもしれないけど、まあちょっとそこまでしっかりしてるとは思えないんでね、うん、で、あとこれなんか情報あるのかな。コンタクトは関係なかったねこれ特装版の情報ってどこにあるんだろう。特装版、
限定版的なやつは12,800円なんだけど、僕限定版の中身のね、商品の説明がどっかにあるのかな。これかな。ああ、でも、ないな、情報が。情報がないな、限定版の情報が。あれ？まあ、いっか。ということで、そうね。やっぱりね、その、多分、まんま入ってると思うんですよ。まあ、多少ね、多分、その、画面当時だと4対3だから16対9になった時の何かしらの処理が入ったりとかするんだろうなという気がするんだけど、まあ基本的にこれに関してはまんまなのかなって気がしてて、今ほら PC エンジンなんか CT 系なかなかもうプレイできなくなってるものも増えてるんで、そういう意味ではこうやって少しでもね復刻してくれるのはありがたいなと思う反面、まあすぐ遊ばなくてもいつでも手に入るさって思ってしまう自分がいるんでね、そこら辺をどうにか折り合いつけてね、プレイ環境を見つけようかと思います。はい、まあ、そんなただ単に見せて買えばいいだけなんですけどね。まあまあいいや。まあそんな感じでね、僕の中ではまあなんか便利そうだなっていう、これを買うと遊べて便利そうだな、ついでにね、てかとりあえずねそういう状況なんだけど、まあついでに3とか4とかもね、ちゃんと復刻できるようにね、してほしいなというのが僕の願いです。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方は、ぜひグッドの評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカーでした。